皆さん、新年明けましておめでとうございます。今日は新年にふさわしいキラキラした派手めのメイクを紹介したいと思います。最近買ったおすすめの化粧品も紹介するので、ぜひ最後まで見てください。こんにちは、ハリーみだ。はい、今日の動画はメイク動画なんですけど、メイクの部分を撮り終わってエンディングを撮って気づいたことがあってですね、オープニング最初の部分をね、撮り忘れたことに気づいてですね、服とかもね、ちゃんと着替えてピアスとかもしてたんですけど、外しちゃってですね、仕方なく部屋着で撮影をしております。今日はなのでメイク動画なんですけど、私がね、最近買ったおすすめのコスメなんかをね、紹介しながらのんびりと動画を撮っていきたいなと思ってます。結構語りが多めの動画になってますので、ぜひ皆さん最後までね、ご視聴いただけたらなと思います。では早速メイクの方始めたいと思います。ではまずスキンケアからしていきます。なんか最近ニキビとかあんまりできないんですけど、顔なんか全体的に赤いというか、ちょっと肌荒れしてるような気がするので、皮下成分の入った化粧水とクリームを塗って、あんまりいろいろ塗りすぎないように簡単めなスキンケアにしてみます。 VT の皮下スキン、こちらを顔全体に塗って、その上から VT のこの歯科クリームも使いすぎてもないんですけど、これをちょっと塗りたいと思います。で、次にこのセザンヌの皮脂テカリ防止下地ピンクベージュ、有名なやつですね、これを塗ります。最近というか、私基本的に化粧品はあんまり買えないんですよね。だから基本同じ化粧品ばっかり使ってるから、あの動画を撮ってもね、なかなか面白くないなって、自分で言うのもなんなんですけど、もう見ててあんまり面白くないなと思って思ってたんですけど、化粧品を買ってですね、まあ、そんな言うてちょっとしか買ってないんですけど、その化粧品を使って今日はね、メイクしていきたいなって思います。次にカラコンを入れていくんですけど、わかるかな、まあ色は画像を載せとくんですけど、まあ、なんかこういうちょっとわかるかな、こっちがつけてなくてこっちがつけてる方なんですけど、そんななんかはっきりしたグレーっぽい色じゃなくて、色素が薄い感じのカラーなので、すごい気に入っててもうこればっかりつけてるんですけど、最近は金髪の時もね、これずっと使ってたんですけど、黒髪にも合うので、はい、すごい気に入ってます。はい、こんな感じです。次はファンデーション塗っていきます。こちらを買ったんですよ。ずっと前に使ってて結構気に入ってたんですけど、なくなっちゃって、それからまあ適当にいろいろ使ってたんですけど、このエチュードハウスの、ね、有名なやつですよ。ニュートラルバニラのカラーですね、これは。イエローベースの人のカラーの中では一番明るめの色なんですけど、はい、こんな色、イエローベースなのでこれを使います。はい。明るいかな？こんな感じの色です。これをまあ手で塗ります。一旦適当にこう伸ばします。結構水っぽい感じで塗りやすいんですよね。ちょっと塗りすぎたかも。まあ一旦こう多めでもいいから適当に塗って、でこれをスポンジパフで伸ばします。ちょっとこのパフに水分を含ませていきたいと思います。濡らすの忘れてた、行ってきます。でこれをポンポンポンって、やばい、ファンデーションが乾いちゃった。ファンデーションが乾いちゃったよ。皆さん前もってパフを濡らしておいてください。手だけで塗るよりは結構なんやろ、肌に密着してくれるし、薄く塗れるから、メイクのよれ方もすごいマシになるんですよね、手で塗ってる場合よりは。なんかこう叩く、手では叩いて塗らないじゃないですか。でもパフやったらこうやって叩いても別に肌に負担がないから、こう叩きながら、私結構肌に赤みが強くて、もうこういうとことか結構赤みがすごいじゃないですか、こういうところで。赤みの目立つところにはあのコンシーラーでちょっと隠したいと思います。こちらペリペラのインクコンシーラーの1番を使います。赤みの気になるところに大胆に塗ります。またさっきのパフでポン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 で、残ったやつでちょっとこう明るくしたいところというか、ハイライトっぽい感じ、こういうところもちょっと叩いておきます。
さっきよりだいぶマシになったかな。どう？コンシーラーで色が消えてすごいですけど、リップを先に塗ります。で、次に眉毛を描いていきます。こちらを使います。濃いめの色なんですよね。グレーっぽいからいつもこれで描いてるんですけど、 Vlog の動画で眉毛細、なんかもうちょい太く描いた方がいいって言われたから、ちょっとなるべく太めに描いてみたいと思います。太めに描きますね。なんか一旦この下の部分を付け足してからの、あ、お腹なった、お腹すいた、からのこう山をつけていく感じ。すごい一直線。一旦枠だけ描けばいいから、一旦こんな感じ、一旦枠組みというか濃いめで描きます。太眉を意識してるんですよ今日は。なんかね、私 YouTube 始めてちょうど今で多分1年過ぎたぐらいなんですけど、アカウント自体は昔から使ってたアカウントを使ってるんですよね。だからチャンネルを開設されてからは2年ぐらい経ってることになってるんですけど、実質動画を載せ始めたのは1年前からなんですよ。普通に私が個人的に YouTube のアカウントを、あの人の動画とか見るために持ってた YouTube アカウントに動画を載せ始めたんで、次はこの VT のブラウンのカラーでちょっと間を埋めていきます。なんか YouTube を始めてもう1年になるわけじゃないですか。 YouTube を始めて1年になるにもかかわらず、あんまりマイクに向かって喋ること自体には慣れてなくて、 Vlog っぽいものを主に載せてるので、なんやろな、こうマイクに向かって喋りかけるじゃないけど、 YouTuber っぽいことはできないんですよね。慣れてなくてまだまだ全然。私自分のこと YouTuber とは思ってないぐらい、 YouTuber では言えないなって思ってて、なんか喋るのも下手くそやし、別に YouTuber らしいことはしてないなって思ってるわけですよ。なのにもかかわらず4万人登録者、今4万2000人とかやと思うんですけど、そんなにたくさんの方が登録してくださってるっていうのはすごい嬉しいなって思いますね。まあとにかく見てくださってありがとうってことですよ。今使ったのはケイトの眉マスカラです。でちょっと眉毛はみ出てるところは剃りたいと思います。今日のメイク動画は喋り多めでいくので、いやない方はまあ3倍速とかにして飛ばしながら見てください。次にノーズシャドウを入れていきます。こちらのトゥークールフォースクールの私がもうずっとずっと使ってるものなんですけど、これはねこう3色になってて使いやすいわけなんですよ。こんな感じで、ちょっとこの薄めの色を使って眉をちょっと延長させます。私眉毛がね離れてるんですよね基本的に。アイメイクなんですけど、今日はこちら使います。クリオのアイシャドウパレットの3番、コーラルトークってカラーです。なんかピンクっぽい感じにしたいので、こちらのピンク色のカラーを全体に塗ります。はい、こんな感じです。一旦このピンクのカラー、このめっちゃ濃いカラーを二重の線より内側に入れてきます。このねパジャマ可愛くないですか。買ったんですよ可愛いなと思って買いました。一番濃いカラー、いやこっちにしよう。あ、一番濃いカラーを目尻に塗ります。ちょうどなんかこういう感じ。はい、こんな感じでちょっとめちゃめちゃ発色が良すぎるのでぼかします。筆でぼかしてあげます。はい、でさっきの濃いカラーを目の下にも塗っていきます。この辺に、反対も、
で、で、アイシャドウをね、買ったんですよ。ブラウンですね、カラーは。これで描いていきます。こちら。あ、軽く。はい、こんな感じで。この辺から目尻というか黒目の上ぐらいからこう引きました。はい、こんな感じでアイラインを引きました。これ結構筆が柔らかいから多分好き嫌い分かれると思うんですけど、柔らかめの筆が好きな方にはおすすめです。まあまあ描きやすいです。涙袋の方をね、またこちらを使って描いていきます。涙袋描いたらクマみたいになっちゃうとか、もしそうなる場合はこの涙袋の下の部分あるじゃないですか、この部分、ここをちょっと明るくしてあげるとクマっぽく見えなくなります。こここんな感じです。どうですか。はい、で次に私はちょっと目元がキラキラってした顔というかメイクが好きなので、ラメ系をね結構のせたいんですよね。私はこの白いラメを取って涙袋にのせてきます。この細い筆を使って、なんか細めの筆の方がラメが結構しっかりついてくれるんで、大きめの筆よりは細めの筆の方がおすすめです。逆にラメをちょっとナチュラルにしたいって方は大きめの筆を使うといいと思います。でここ目頭のところにものせます。はい、もしこれよりもっと派手なラメをのせたいって方はこういう、これは 3CE のやつなんですけど、こういうラメをちょっと黒目の下とかこの辺にだけこう濃く塗ってあげます。こんな感じ。ここに一番すっごい大きめのラメがあるんですよね。これをこう指で取ってまぶたの内側ここにだけこうのせます。キラキラってなるんでここにピンクのラメをのせてあげます。次にビューラーでまつげを上げていきます。ビューラーはこれミサのやつなんですけど、ビューラーで上げます。今日はね、大晦日に撮影してるんですけど、日本やとね多分大晦日って感じあると思うんですけど、韓国はね旧正月の方が結構祝うんで大晦日感が全然ないんですよね。もう全く店とかも普通に開いてると思うし、百貨店とかデパートとかも開いてるから大晦日感が全然なくですね、私は静かに動画撮影をしてるわけですよ。で次に VT の、プライマーを塗っていきます。乾かしてる間にチークとかハイライトを塗っておきたいと思います。クリオのハイライト塗っていきます。鼻の、まあ、鼻にこう適当に鼻先にも塗って、おでこの真ん中とこの唇の上の部分と顎とここ、さっき言った涙袋の下の部分、ここにも塗ります。こちら使います。ペリペラのチークですね、6番、こちらを塗ってきます。濃いめのこういうカラーなんですけど、これをここにポン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 ってして伸ばしてきます。こんな感じのカラーでございます。このイニスフリーのお粉、有名なやつですね。これを顔全体にちょっと塗っていきます。この、こうケースに出して筆でこうちょっと取ってこう
塗っていきます。で、油分を抑えます。シェーディングを普通に忘れてましたね。こう筆にとって耳の後ろからここにスーッと頬骨らへんをくるくる、こう顎のラインこぼかして、頬骨のところもくるくるくる。ついに最後、リップを塗りたいと思います。買ったんですよね、11番のカラー、はい、こちらを塗ってきます。ちょっとグラデーションっぽく真っ赤にならないように外側にこう可愛すぎる。めっちゃ可愛くないですか、色。はい、こんな感じのカラーです。おお、おすすめです。これ可愛いカラーです。はい、メイクはこんな感じで終わりました。で、髪の毛をね、ちょっと今すごいことになってるので髪の毛をちょっとセットして、服もね、今は可愛いですけどパジャマなので髪をセットして服を着替えて戻ってきたいと思います。はい、戻ってきました。ピアスもこういうちょっと派手めなやつをつけて、ちょっとこのネイルとね合わせてみました。で、さっきメイク終わってから気づいたんですけど、マスカラをね、プライマーしか塗ってなくて、あのマスカラを塗ってないなって気づいたので、ちょっとマスカラだけ塗りますね。はい、こんな感じでメイク完成しました。こんな感じです。キラキラしたメイクを久しぶりにしてみました。最近買ったんですけど、こういうニットを着てみました。あの、近いうちに冬服の紹介の動画っていうのかな、冬のね、なんか1週間コーデ的なものをアップしてほしいっていうねリクエストが結構多かったので、そういう動画もね載せてみたいなって思ってます。なので皆さん、そのね、次の動画もね、期待して待っててください。今日の動画はこんな感じです。最後までご視聴いただきありがとうございました。では次回の動画でお会いしましょう。ハリンでした。バイバーイ。